クロス FM、アニチューン、イブキとアビールが生放送でお届けしています。皆さん、お待たせしましたコメントゲストのお時間ですお届けするのは、ミナセイノリ。コメントの前に一曲聴いていただきましょう。ミナセイノリ。今月20日にリリースされたニューアルバムからのタイトルチューン、グロー。 アニチュンをお聞きの皆さん、アニジュー、みなせいのりです。皆さん、お元気でしょうか早速ですが、私宛に質問をいただいているので、読んでいきましょう。えー、っと、どれを読もうかなじゃ、あまず q 1ニューアルバムグローは輝きを意味するタイトルですが、みなせさんが今、これが輝いて見える、輝きを感じる魅力的なもの、ことは、 何でしょうかええー、まあでも改めて私のその声優というお仕事をさせていただいているとですね、あの、まあ今ちょっとこう複数人で収録する形態が、いわゆるアフレコのこう基本だったマイクワーク、マイク入れ替わって、先輩方も後輩のみんなも一緒になって、もう多ければ30人とかで収録していた形態だったんですけど、まあ分散のね、収録ということで細かく時間割が変わって、ええー、まあ最大で でも、4人とか、それくらいで、えー、アフレコを行っているんですけど、その中で、こう、ロビーでね、次の時間のチームの皆さんと会ったりとかするときに、改めて、こう、人と会話をするとか、先輩と会話をしたり、後輩のみんなと会話をしたりする時間が、なんて輝いているんだっていう風に思います。まあ、なかなか、こう、一人で収録する、 収録も多かったりする中で、誰かと会って、あの、もちろんマスクつけながらでもあるんですけど、この後頑張ってねってこうバトンタッチするようなのって、まあいわゆるみんなで撮ってた時にはなかなかなくて、大体みんなで一緒に走り出して、みんなで一緒にゴールするっていう収録だったものが、なんかこうバトンをね、繋いでいくような収録になったからこそ、なんか私はこう全力出し切ったから、あと頑張ってねってこう受け取って、で、それに私も全力で頑張りますって、 なんかこう、なんだろう、次に繋ぐような奏者が、どん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 、あのー、繋がっていくような感じが、なんかすごく青春を感じたりして、これはこれですごく、あの、新しい収録形態ではあるんですけど、なんか輝いて眩しいなと思ったりしました。そして、ええー、でもいいので自分のプチ自慢を教えてください。ああ。 これはですね、私は、あの、なんて言うんだろう、体内時計が結構ある方だと思っていて、ただ、あの、ストップウォッチで1分とかじゃなくて、大体その、なんだろう、起きてから、 大体何分ぐらい今時間が経ったかっていうコントロールが抜群で <laughs>、それをなんかみんなに伝えられるすべがないのがとても悔しいんですけど、大体起きて歯磨いて顔を洗って、で、こう着替えて朝食を迎えるまでに経つ時間がこう7分経ったなと思ったら本当に7分経ってたりとか、部屋の掃除をして、大体今1時間3分ぐらい経ったんじゃないかって言ったら1時間2分経ってたりとか、そういうなんかこう今携帯をこう押した時に大体何時何分だろうっていう にめちゃくちゃ成功します。ただ本当に誰に自慢できることでもないのでここでお話ししたんですけどいつか披露できる場があったらちょっと褒めてほしいなと思っております。さてそんな私皆星のりは7月20日にニューアルバムグローをリリースしました。えこちらのグローというアルバム。 え前作キャッチザレインボーより約3年ぶりとなるアルバムのリリースとなっております。え輝きというテーマをもとにたくさんの楽曲を収録させていただきました。 そうですね。今回は、ま、特に、ま、グローというリード曲に関しては、私の今が詰まっていますし、こう、これから先アーティスト活動、もちろん声優の活動を続けていく上でも、このグローという楽曲が一つの私のこう、セーブポイントになるんじゃないかな。こう、何かを忘れそうになった時に、このグローという曲に戻ってくると、自分というものをまた見つけることができるような、そんな一曲になったので、本当にこう、 皆さんに聴いてほしいってい思いももちろんありつつ、私が誰よりもこのグローという曲を、なんだろう、自分の中に大切にしまって、そして自分に向けられた、なんかこうアンサーソングのような気持ちで歌わせていただいたので、ぜひその思いが皆さんに届けば嬉しいなと思います。そして、 そんなアルバムグローを引っさげて9月より全国ツアー、祈りみなせライブツアー2 0 2 2グロ o を開催させていただきますえ。九州では9月24日土曜日福岡サンパレスで、えー、行わせていただくことが決まっております。福岡には去年のツアーでも遊びに行かせていただいたのでまた美味しいご飯が <laughs> 食べられるのかなとワクワクしています。ぜひ皆様遊びに来てください。ということで、みなせ祈りでした。 クロス FM、アニチュン。メッセージコメントとともにお届けしたのは、ミナセいのり。今月20日にリリースされたニューアルバムからのタイトルチューン、グロー。いやー、本当に、まずありがとうございます。はい。<laughs> もう、メッセージコメント <laughs> ありがとうございます、ミナセいのりさん。<laughs> いやーもう人と会話をする時間が輝かしいなんて素敵な言葉を私たちこう言葉で思い浮かびますか <laughs> 素晴らしいですね。もうなんかもうこんなご時世だからこそ改めて人と対面で会話できるということの幸せをこう実感。 できるっていう言葉をもう、みなせさんからも、お聞きできて、とても嬉しいです。そうですね。私たちはアニメを完成したその状態しか見ていないので、裏でどんなことが起きているのかなど、知れてとても良かったですね。そしてね、1> 1タイムキープというか、タイムを知れる。うん、起きて何分経ったか。うん <laughs> なんかすごく可愛らしいと思って、なんかどこかでこう披露する場があったら、私たちいち早くその祈りの、あの、特に知ってましたよ、アピールできますからね。そうですね。まあ、ント取りましょう。私たちラジオをしている身としてはですね、時間、タイムキープって大事じゃないですか。大事ですよ。いや、だからみなさん、祈りさん、その力くださいって、個人的に思っちゃいましたけど。一かけら分けていただければ。そうですね。一かけらください。私たちまだまだなんですと思いましたけど。いや、すごい能力ですね。 ね、<laughs> メッセージコメントありがとうございます。ます <laughs> そしてお届けした楽曲。 え今回リリースされたニューアルバムのタイトルチューングロ o はい。いや、もう本当に透き通る祈りの歌声。はい、そしてわ、私この楽曲の曲調とか歌詞とかもすごく、はい、今回特に素晴らしい楽曲だなって思っていて、うこう改めてこう生きる希望というか悩みながらも元気に生きていこうよっていうようなメッセージが込められてるんじゃないかなっていうふうに。優しさで溢れていてどこかこう力強いそんなみなせいのりさんの歌 声がとても心に響きますよね素晴らしい。はい。そして、みなんいのりさん、9月より全国ツアー、祈りみなせライブツアー2022グローが開催されますね。はい、メッセージコメントで、えー、みなんいのりさん自身も言われていたように、九州は9月24日土曜日に福岡サンパレスで開催されます。はい。いや、福岡県民の方は特に、はい。もう、 ぜひチェックしてください。みなせいのりさんの活躍に目が離せません。9月からの全国ツアー、いのりみなせライブツアー2022グロ楽しみですね。